はい、どうも皆さんこんにちは、エマグでございます。さて、今回はですね、富士フイルムのカメラについてちょっとね、レンズを1本買いたいなというふうに思ってるんですけど、めっちゃ悩んでるんで、ちょっと皆さんに背中を押してもらうじゃないですけれども、皆さんの意見をちょっと聞きたいなと思って、今日はね、動画を回しております。今まであのルミックス系の動画っていうのはね、結構出してるんですけど、最近ね、ちょっと富士フイルムのカメラについての動画ってサボり気味なんで、ここで久しぶりに富士フイルムの、カメラの動画も出したいなと。で、僕ね、やっぱね、あのルミックスも好きなんですけども、富士フイルムのカメラもね、めちゃくちゃ大好きなんですよ。頻繁に使っておるんですよ。ただなかなかね、動画にはしてないということだけで、富士フイルム大好きなんです。はい、というわけで、今回ね、動画をね、撮りたいというふうに思います。で、今回ね、ちょっと、欲しいなと思っているカメラが、カメラじゃない、レンズがですね、タムロンから発売される 18mm300mm 換算 27mm450mm の、まあ、いわゆる便利ズームと言われるもんですよね。まあ、これ、タムロンさんお得意のジャンルだとは思うんですけども、このレンズがですね、なんかめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思っていて、ちょっと買おうかなと思ってるんですよね。で、値段も、74,250円ということでね、まあ富士フイルムの純正レンズを買うのに比べたら、まあかなり安い価格帯で出してきてるわけですよ。なので、もうね、もうポチりたい、もうポチる寸前なわけです。なんですけど、ちょっと踏みとどまってるのが何かっていうと、僕はやっぱり動画ユーザーなんですよね。で、このレンズを見ると、やっぱどうしてもスチル用のレンズなのかなっていう気がしてるんで、動画で果たしてどの程度使えるのかなっていうところでむちゃくちゃ悩んでます。で、いろんなね、 YouTube さんがね、これ先行レビューしてるんですよね。で、それをちょっと今片っ端から見てるところなんですけれども、これ動画でね、に特化してレビューしてる方があんまいないんで、ちょっとどうなのかなっていうところが、まあ悩ましいポイントなんですよね。まあできればね、まあタムロンさん、僕ね、動画に関しての、富士フィルムを使ったレンズのレビューならね、僕やるんで、なんで僕のとこにね、まずね、そのレビュー以来来なかったのかなっていうところでね、タムロンさん、レビューさせてください。先行レビューさせてください。今後ね、今後でいいですよ、今後でいいです、今後でいいんで、まあレビューさせてください。はい、ということで、先行レビューをするとですね、まあそれが本当に使えるのかどうなのか、欲しくなるのかどうなのかっていうのが分かるっていう意味でも、やらせてほしかったんですけど、今回は一切お声がかかりませんでした。というわけで、今回はですね、実際、そのレンズがここに手元にあるわけではないんですけれども、まあ本当にね、ポチる寸前なので、どうなのかというところをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。それではね、早速行ってみましょう。さあ、というわけで、富士フイルムといえばですね、やっぱりね、基本単焦点レンズなんですよね。で、まあ、僕が今所有しているレンズをいくつかちょっとご紹介したいなというふうに思うんですけど、まずね、ちょっとズームレンズからいくと、こちらなんですよね。はい、これね、標準ズームレンズ 16-55mm ということで、換算でいうと 24mm-70mm かなの、標準ズームレンズなんですけども、まあこれも使う機会がね、かなり多いですね。やっぱズームレンズめちゃくちゃ便利なんでね、標準ズームとして使うことも多いです。はい、もう一本こちらですね、望遠ズームですね、50-140 の28同士のズームレンズなんですけれども、これは換算でいうと 75-210mm っていうね、ズームレンズです。まあ写りに関して言えばですね、まあめちゃくちゃいいレンズですね。ただ、210mm 側っていうのがちょっと物足りないかなというふうにね、思うところもあるんですけども、絵に関してはですね、もう素晴らしいので、これを今使ってる、望遠側ではこれを使ってるという感じですね。はい、で、富士フイルムといえばですね、やっぱり単焦点レンズなんですよね。僕もですね、作例とか作品とか作るときにはですね、主に、ズームレンズはほとんど使わなくて単焦点レンズばっかり使ってます。で、その手持ちの単焦点レンズなんですけども、例えばこちら、35mm の F1.4 っていうレンズなんですけども、最近ね、新しいのが出たと思うんですけども、いまだにね、これ使っております。写りはね、めちゃくちゃいいんですけど、動画で使うのはです、ね
ですねちょっとフォーカスがね、ギコギコうるさかったりちょっとね問題があるレンズではあるんですけども写りはねやっぱね最高にいいんですよ。はい、あとはですねこういったレンズも持ってます。これねトキナー製のレンズなんですけれども、23mmF1.4 っていうレンズですね。換算でいうと 35mm 付近の、ね、レンズだと思うんですけれども、このレンズの特徴、富士フイルムの基本的にレンズ以外のレンズって、オートフォーカスが効かないんですよね。マニュアルフォーカスのレンズが多いと思うんですけども、このレンズに関して言えば、オートフォーカスが効くし、さらにかなり静音設計でできているのでオートフォーカスもめちゃめちゃ静かなんで、結構ね、このレンズ使ってます。写りもね、かなりいいんですよ。でその他にも、はい、同じくね、トキナー製の、33mm ですね、これはだいたい換算で 50mm 付近の、ね、レンズだと思います。はい、それからですね、もう一本、はい、こちらですね、これ最近ね、買ったやつなんですけども、56mm ということで、だいたい 85mm 付近の、ね、レンズですね。これもね、先ほど2本と同じようにオートフォーカスが効くレンズとなっております。はい、というわけでね、こんな感じで、今メインで使ってる、ね、レンズを用意してみました。まあね、ちょっとまだここに並べてないレンズいくつかね、まだ後ろにも裏に置いてあるんですけども、ほぼほぼね、メインで使うレンズはこれですね。というのも、ここに置いてあるレンズはね、全て AF が効くレンズとなっております。というのもね、僕ジンバルに乗せてね、撮影をする機会が多いので、どうしてもその AF が効かないとちょっとなかなか被写体を追いかけてくれないみたいなところもあってですね、AF の効くレンズをよくね、使うんですよね。で X の T4 の AF、増面位相差プラスコントラストのハイブリッド AF ということでなかなか優秀なんですよね。まあ、若干ね、顔認識が甘い部分はあるんですけれども、まあまあ使える AF なんで、やっぱり AF が使えるレンズっていうところで今使ってるんですよ。で今回ね、購入しようとしている 18mm300 もね、AF が効くというところで、まあちょっとね、興味があって欲しいなというふうに思ってはいるんですが、まあ、ただですね、ジンバルに乗せるにしてはかなりね、ズームをした時にビヨーンと伸びるんですよね。なのでバランスが崩れてしまうので、まあ、ジンバルに乗せるというよりは、まあ、手持ちで持って使うようなレンズなのかなっていうふうには思っているんですけれども、まあもともとね、こちらの X の T4 手持ちで持ってもですね、十分手ブレ補正が効いてくれる。さらにですね、このタムロンの新しいレンズも、ボディ内じゃないレンズ内にね、手ブレ補正が入っているということで、まあそれ2つが合わさってどの程度になるかっていうのはちょっと分かんないですけれども、まあ動画で使えればいいかなというふうに思っているんですよね。換算でね、27mm から450mm まで撮れるっていう、まあちょっとまあお化けみたいなレンズなわけですよ。まあ、F 値がですね 3.5 から6.3 ということで、そんなにね明るいレンズではないんですけども、まあ全然許容範囲じゃないかなというふうに思っているのと、やっぱりねこの広角から望遠のところの倍率がですね 16.6 倍ということで、かなりの倍率で使えるっていうところでかなり興味があるんですよね。ただこの望遠側で使うときにどういう被写体を撮るのか、どういう環境で撮るのかっていうのはちょっと悩ましいところはあるんですが、実はこの間ですね、こちらの、50mm、140mm ニッパチ同士のレンズを使ってですね、ちょっと撮影をしたんですけれども、ちょっとね、140mm、換算で 210mm かなだと、物足りないなって感じるシーンがあったんですよね。まあ、そういうところを、450mm もあればですね、かなりカバーできるんじゃないかなというふうに思ってます。またですね、450mm っていうことなんで、かなりの圧縮効果っていうところで、そういうのを活かした撮影ということもできるんじゃないかなというところで、まあ気になりますよね。はい、あとはですね、タムロンが言うにはですね、画質にも、えらいこだわってるというところですよね。まあ僕が見たその YouTube の動画を見てもですね、まあまあ、うん、いい画質なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ背景の玉ボケがね、ちょっといわゆる純粋に円じゃない
いわゆるレモン型みたいになってるなっていうところがちょっと気になったんですけれども、まあ18からね 300mm のこの高倍率ズームレンズとしてはね、まあまあ許容範囲というか、まあ、全然問題ないレベルなんじゃないかなというふうに思うところと、あとはね、かなり寄れるレンズということみたいですね。なんか最短撮影距離がなんか 5mm とかっていう話も聞くんで、かなりマクロ撮影的にも使えるんじゃないかなというふうなところですね。であとはですね、 AF の性能もかなり優れているということで、まあこればっかりはね実際に使ってみないと何とも言えないんですけれども、今まで使っていた、まあこれ社外品のこの健康時にあのね ATX の M っていうこのレンズもですね、AF の性能かなり良かったんで、これと同等レベルであればもう全く問題ないと思うんで、まあちょっとねその辺にも期待したいというところと、であとはですねフィルター径が 67mm っていうことで、タムロンのレンズで多分ほとんど 67mm だと思うんですよね。で 67mm のフィルター径で18-300 にしてはかなりコンパクトなサイズに収まってるんじゃないかなというふうに思います。でただ、望遠側で伸ばした時にはビヨーンって伸びるんで、それはねかなり長くなってしまうとは思うんですけども、広角側で撮ってる時はねかなり、まあ、18-300 にしては、かなりねコンパクトに収まるんじゃないかなというところで、まあちょっとね、むちゃくちゃ悩んでるところでございます。はい、まあそんなわけでね、このタムロンの18-300 っていうね、X マウントのレンズを購入を検討しております。で発売日が、10月の28日で、僕の誕生日が10月の25日ということで、自分への誕生日プレゼントとして、このねレンズをまあ買ってもいいかなと思って、今ねもう本当もうパソコンの前でこう最後のボタンを押すか押さないかですっげー迷ってるんですよ。で、僕は本当に動画用途で使いたいので、これ動画用途で使うためのレンズとして、どうなのかっていうところをちょっとね、意見を皆さんの意見を聞きたい。でその意見を聞いてからちょっと買うか買わないかねちょっと検討したいなというふうに思ってるんで、ぜひねちょっとコメント欄にね、書いてみてください。こういうとこがいいですよ、でもこういうとこはもしかしたら動画では使わないかもしれないですよねみたいなところをねぜひねコメント欄に書いて、僕のね背中を押していただきたいなというふうに思っております。今回はそういう動画でございます。はい、というわけでね、今回はねなんか製品のレビューっていうわけじゃなくて、まあ、今後ね発売される、タムロンの18-300 の、X マウントのレンズを、購入しようかどうか検討しているという動画でした。で実際にですねポチって手元に届いたら、動画用途でどんなもんなのかっていうね、レビューは、必ずしたいとは思っています。それとあと最近ねどうもルミックスビーキみたいな感じになってるところあると思うんですよね。ただ僕はね同じぐらい富士フイルムのカメラ使っているので、この富士フイルムのカメラに関しての、動画も今後はね、半々ぐらいでねちょっと出していきたいなと思ってるんですよ。で特にこの X の T4 に関しては、大体もう1年半ぐらい使っていて、いいところ悪いところいろいろあるんですよ。で特にね、悪いところをね、なるべくちょっと話したいなと思っていて、ここは改善してほしいみたいなところがね結構実はあるんですよね。で、それを踏まえた上で X の H2 にはですねめちゃくちゃ期待をしたいというところで、今後の富士フイルムにも期待をしたいというところでですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。18-300買うか買うまいかめちゃくちゃ悩んでます。Mマークでした。さよなら、バイバーイ。